もうちょ優勝ね、もうちょっとでできるかなと思ったんですけど、はい、はい、師匠にいい報告したかったですまあでも優勝できないってことは、それがそれなりの力、そこの力なんで、まあしょうがないですけど、でもすごい一生懸命練習してるんで、はい、多分近いと思います。一緒に練習をやってます。やってるんですか。はい、どうですか。なんかあの言ってました、どんな師匠ですかって聞いたら、もう見たままとても優しい師匠です。優しくて手を出して優勝できましたって報告をしたいと思います僕が一緒に練習させてもらってる感じなんで。そんなことないでしょ。いやいや、本当そうです。もうなので、はい、頑張ってもらいたいっていうか、まあでも力がつけば多分優勝とかはポンポンとできると思うんで、はい。なのでまだ勝たなくていいって言ってます。まだ力がついてないんで。なるほどね。はい。しっかり自分のレースやって。はい。多分みんな。そうそう勝たせてもらえないと思いますし、先輩たち強いんで、はい、1年2年後に勝てるように一生懸命今やらせてます。やってます。どうですか調子の。あ、僕ですか、ね、僕はもういいんですよ。調子自体は悪くはないんですけど、はい、年が年ですね。というのと、ちょっと花粉なのか。花粉、そうですね、うん、松坂結構きついですもん。あ、本当ですか。杉の町ですから。でも松坂相性いいですもんね。そうですね、キネの化粧も持ってるし、はい、でも相手が強すぎます。あ、ちょっと嫌なっちゃう。そうですね、ついていけるかどうかの僕はレベルだと思うんで、しっかりついていく。はい、頑張ります。連携はありますか。連携最近ありますけど、落車しちゃいましたね、はい、和歌山初日で、はい、はい、でもその後、その前もあります、はい、何回か和歌山ね。わかりました。何度か、はい、はい、頑張ります。はい、お願いします。